皆さん、ごきげんようッ海です。さて、皆さん、大花賞の方はいかがでしたかねオイラはね、あの、安定の、抜け抜け抜けでしたね。はい。<laughs> 今年買ったまが一等も三着以内に入っていないと。まあ、というわけで、金欠なんでね、ちょっと昼飯ぐらいはね、これから自分で作ろうと。それでね、業務スーパーに行ってきました。はい。うん。まあ、それで、ね、今まで昼飯って言ったらね、大体カップラーメンだったんですよ。カップラーメンって言ったらやっぱり一食、 まあね、スーパーだったら100円以下で売ってるんですけど、コンビニとかで買うとね、あの、200円以上の品もあるじゃないですか。まあそれでね、あの、チルドメインも紹介しましたけど、あれなんてもう600円ぐらいするでしょう。正直、あの、そんなお金出してる余裕ないんですよ。ね <laughs>。欠なので。だからね、ちょっと業務スーパーで、ね、あの、最近ね、よく Vlog で、あの、貧乏な方のね、Vlog を拝見させていただいて、 あ、こういう生き方もあるんだなと思って、ちょっと参考にしてね、あの、業務スーパー行ってきました。ちょっと商品紹介しましょうか。まずね、あの、うどんから、うどんですね、これ。これ、うどんね、一玉、えー、20円です。3つ買って60円ですね。ね、はい。まあ、今日はうどんを使って何か作ろうかなと。ね、20円で食べれるんですよ。まあ、これ、茹で、茹で麺ですよね。ね。 茹で麺はね、あのー、まあ、茹でるんじゃなくて、温めるって言ってましたねで、10秒ぐらいで、あの、お湯通せばいいらしいんで、まあ、簡単に作れますよね。まあ、それでね、えっ、ー、と、もやしですね。こちらが、緑豆もやし、25円です。はい。隣にね、100円のもやしがあったんで、何が違うんですかごめんなさい、映ってなかったね。映ってた、今。うどんですね。映ってた。どうですか もやしですね。はい。兵庫県産。なんとこんな値段が違うんですかねよくわからないんですけど。うん。まあ、ただ、ね、あの、賞味期限が13日なんで、うどんも14、うどんも13日か。まあ、ね、今日は11日ですから、まあ、11、12、13で食,食べないといけません。まあ、ある程度ね、賞味期限過ぎていても、オイラは気にしないタイプなんでね。はい。まあ、それスパゲッティですね。はい。こちらが、えー、っと、 115円です。うん。茹で時間3分っていうのは結構短いのかな。おいらあの自分で料理とかあまりしないんで、あ過去にね一人暮らししていたことはあるんですけど、だいたいカップラーメンとかね外食とかまあコンビニ弁当とかね。まあ一度カレー作って鍋焦がしてね、鍋をなんかカスラガに捨てに行ったことがありますね。はい。まあ、そんな思い出話もあるんですけど、ね。<laughs> スパゲッティが115円。これ 500g だよね。はい。うん。まあ、安いよね。百十五円。だいたい200円ぐらいが相場だと思うんで。ね。はい。まあ、それで、納豆ですね。はい。引き割り納豆。こちらが、あのー、まあ、3パック入っていて78円と。1つだから25円ぐらい。ね。まあ、安いですよね。はい。 ま、それでね、あの、一つだけちょっと、これなんだサンじゃんじゃんって言うんですかね。万能調味料。大体、うどんとかさ、パスタとかさ、ね、あのー、まあ、ラーメンもそうだけど、おつゆが命じゃん。だ、だしっていうか、おつゆが命なんで、大体こんな美味しい、なんか、タレがあったらさ、大体うまいと思うんですよ。うん。だからね、あのー、ちょっと買ってきました。試しに。万能調味料。サンじゃんじゃん。こちらが198円ですね。はい。 ちょっと賞味期限とか見てなかったんで、大丈夫かなええー、とね。あ、これ大丈夫だ。23年の5月25日までいけるんで、まあ全然大丈夫ですね。はい。もやしと、だからうどんは早めに食べないとね。ね。もやしとか持たんもんね。うん。うどんとかね。うどんはだから冷凍麺があったんで、冷凍麺がだいたい5玉で150円ぐらいじゃないですか。まあ一つ、 まあ、一玉30円っていうことで、まあ、10円差だよね。うん、まあ、冷凍麺の方がいいかもしれないね。気にし、持つの考えたらね。ね、うんまあ。というわけでね、これからね、料理を作ろうかなと。うどんで料理作ります。はい、それでね、合計金額発表するの忘れてましたね。合計ね、じゃか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 じゃん五514円です。はい。中ド麺。 あこの前にね、新服祭館のチルドメイン紹介したんですけど、新服祭館が正解ですって言ってたんですけど、新服祭館で合ってたそうですね。<laughs> ごめんなさい、間違ってました。YouTuber の方が間違っていて、俺らがね、あの、記憶してたのが合ってたということですね。はい。その金額よりもこれ、全体が514円なんで安いと。ね、これで、まあ、1週間ぐらいのね、昼飯だったらね、持つと思うんで、 ねえ、まあ、こっちの方が絶対節約できるんでね、コンビニで買うよりもね、業務スーパーで、ね、うどんとかスパゲッティ、パスタ買って、まあ、自分で調理して、その方がやっぱり安上がりですよね、どう考えてもね。はい。ね、カップラーメン食べるよりは健康にもいいかなと思うんで、はい。というわけで、ちょっとうどんを料理します。はい、出来上がりです。<laughs> <laughs> 納豆ね、引き割り納豆でしたね。はい。まあ、それでうどんね、あのー、10秒でいけるっていう話をしたんだけど、あの、2分ってね、裏面に書いてありました。2分茹でました。はい。まあ、それでこれ、卵と納豆とポン酢がかかってますね。はい。いただきましょうか。うまいかな、これね。まあ、うどんはね、やっぱり、ね。まあ、冷凍麺の方が美味しいかもしれませんね。いただきます。 あ、うまいね。うん。うまさいね。あの、<laughs> くちゃくちはくちゃさせてね。あ、うまいわ。これ合計でさ、100円もかかってないと思うんですよね。うどんが一玉 20, 20円で、納豆25円ぐらいでしょれで、もやしが、えー、と25円。ね、100円いってないと思うんで。<laughs> まあ、カップラーメン食べるより、まあ、美味しいし、 安上がりだし。ねあ。自分でやっぱ作った方がいいな、これ。うまいわ、これ。うまい。うん。あ、ごめんなさいね、ちょっと。<laughs> 音うるさくてね。それ、サンジャンジャンですね。これ、もやしにかけようと思って。はい。まだ開けてないんですけど。まあ、初めて食べるんで味が全くわからないので。おそらくもやしに合うと思うんですよね。うん。 あ、うどんうまいわ。こんなうまいんや。えー、知らなかったよ、まあ。もやしはね、はい。これもやし半分ですね。もやしはやっぱり持たないので、まあ、2日で食べないといけないのかな。ね。はい。ちょっとつ出しすぎたね、これ。美味しそうでしょ。いただきましょうか。ちょっと、どんな時間これ。 まあ、生姜が入ってると思うんですけど、これうまいわ。しょう、醤油ベースなんかなうん。ちょっと入れすぎた感じですけど、うまいですね、普通に。うん。うまいわ。生姜の味だ。うん。カップラーメンよりはるかにうまい。<laughs> そこんな美味しいんや。ねえ。 ま、あ業務スーパー行ったらね、あの、若い男の人とかもいてね。ま、あ感覚が近くにあるんで、ま、苦学生もいるかもしれませんよね。うん。あ、うまいね、これ。あが、うどんには引き割りの方があってるかもしれませんね。間違って買ってきましたけど、引き割りの方がいいかもしれない。 いねえ、まあ、ネギはね家にあったのを入れてるんですけどああうまいおい美味しいよこれおい <laughs> しい <laughs> まあ最近はねなんか まあ平日の昼間に出歩いていてもね、なんか人多いよね。僕はね、あの、コロナの前からね、平日でね、歩き回ってる平日ウォーカーですけど、その当時よりもね、今のが人多いような気するな。うん まあ、ピリ辛ですよね。酸味の効いたピリ辛の生姜の味がします。はい。酸じゃんじゃん。まあ、美味しいわ。うん。<laughs> まあ、うどんの方はね、醤油かポン酢で迷ったんですけど、今、ね、ネット見たら、もうね、あの、うどんでもいろいろね、あの、なんて言ったらいいんだ。<laughs> あの、レシピが載っていて、 ね、パスタあたりもね、あの、醤油とバターだけでできるっていうね、まあ。もちろん納豆でもできるだろうし。あ、うどん、美味しいね、普通に。すごい美味しいやうどん。うちはいつも冷凍麺使ってたんで、あの、茹でうどん美味しいね。うん。 これはうんうんうん。 まあ、俺ら、炭石ね、あのー、適出してるんで、まあ、小食なんでね、これでお腹いっぱいになるし、もう大満足ですね、はい。これから、ね、あの、自分で、スーパー行って食品買ってきて、自分でね、こんな調理なら簡単にできるんで、ね、うまいわ、うまかった。あ、というわけでね、ごち,ごちそうさまでした。まあね、来週は、さつ賞ですけど、まあ、予想の方をね、やりますんで、ね、皆さん期待してください。また、は、外すと思いますから。 <laughs> というわけでご視聴ありがとうございました。また会いましょう。